たくなるような世の中を作ってきたのは政治なんですよ。死にたくなるような世の中を作ってしまったのが政治に参加したりしなかったりっていうような集合体なんですよ。だったらやりましょうよって、死にたくならないどころか生きててよかったって思えるよ社会を政治を通して作ってみよう。一部の者たちだけに恩返しされるような政治が続いたら当然国壊れますよ。どれぐらい壊れてるからって歴史的公文書改ざんされるぐらい、8年間の賃金の統計なくなるぐらい、もう十分我慢した。この国で生きるしかないんだったらこの国の政治変えるしかないでしょ。私は許さない。私は許さない。